売れない君の素朴な疑問。お、何でしょうか。はい、本日はですね、うん、外国人が多く来ると日本の運気に影響はあるのかどうかというのをね、うん、面白いですね。先生にお聞きしたいなと思うんですけれども、はい、なんかまあこういうご時世でね、うん、入国規制なんかもちょっと緩やかというかね、かまされて今、うん、はいはいはい、現在ねなってきたりとか、あとね、まあ開催されるかどうかまだちょっと分かんないですけど、来年なんてオリンピックとかなったらね、やれば来るでしょうね、みんなね、外国なんか大勢ね、うん、来るっていうふうになった来た時に、やっぱりなんですか、どうしても経済効果とかもやっぱあるわけじゃないですか、当然、うん、だからそういうので日本の運気というか、そういうのも占いにつながってね、なんか関係してるのかどうかっていう影響。面白い視点ですね。はいはいはい、うん、あ、なるほどなるほど。え、長谷川さんは就労ビザ？就労ビザじゃないです。僕日本人ですから。あ、そうだっけ？生まれも育ちも日本人です。正真正銘。わかりました。切れそうだじゃないんですよ。危ない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 じゃないですよ。先生、学生で入ってきて働いちゃダメだよ。いやいや、もう根っからの日本人ですから、僕持ってないですから。わかりました。はい、それで、ちょっとね、占い的にも結構これ面白い視点でして、うん、まあ、日本ってよく言われる話ですけど、島国なんで周り海だと、だからあんまりその海越えてくるって結構大事になるじゃないですか、うん、だからあんまりその今までの歴史の中でね、外から入ってくるって少なかったわけですよね。もう、はいはいはい、でも例えばヨーロッパだとその地続きだから、もう人間が勝手に線引いてこっから違う国ねみたいな状態になってるから、その意味では割とこうほら移動しやすいじゃないですか、うん、だからそう考えるとね、外国人というか、まあ、その他の国の人たちが入ってくることでどうなるかっていうのは、大雑把に言ったらヨーロッパみたいになると思ってもらえばいいわけですよ。ヨーロッパみたいになる。ヨーロッパ、いい点も悪い点もひっくるめてヨーロッパみたいになるっていうふうに、まず考え、お手本としてはそう考えてもらうといいぞっていうことになりました。はい、で、もう一つ、これもちょっと例えとして適切かどうかわからないんですけれども、動物の世界なんかでいわゆる純血種って言われてるようなね、なんか血統書付きのなんとかって犬とかあるじゃないですか、はい、でああいう純血種って言われてるものと、いわゆる雑種って言われてるものがありますと、うん、であれはその、まあ、子供を産むっていうところでその、根血とか言ってるわけだけれども、そうではなくて、ただ日本に外国人が入ってくるっていうだけだから一緒にはできないんだけれども、ただやっぱり一つの国土の中でその単一民族がいるっていう状態っていうのはある種の純血種状態なわけなんですよ、で他の国の方々がいっぱい入ってくるっていうのはある種の雑種状態になるわけですよね、うん、で大体生物の世界で言われるのは雑種の方が強いってよく言われるんですよ。血統書付きとかっていうのはなんかそれでこう価値を見出してるけども、実際に健康面とかいろんな面で弱いってよく言われるんですよね。だからおそらくそのいろんな価値観とかが入ってくることによって、人間がというか日本人が鍛えられて強くなるという、そういう雑種的な強さっていうのは出てくるんじゃないかなという気がします。ほう。そしてさっき最初に言ったヨーロッパ的なっていうところのものでいきますとね、うん、もっとおそらくその言わないと伝わらないっていう文化に変わってくるんだろうなっていうふうになるわけなんですよ。うん、日本って昔からそのあえて言わなくたってお前察しろよとかね、はい、空気でわかるだろうみたいなのあるじゃないですか、で言葉で言うのをかえってそんな水臭いとかね、ああなるほど、そうあるじゃないですか、そんな言わなくたってわかるだろうみたいなところ。でもヨーロッパって距離的に近くても例えば国が違うと使ってる言葉が違うから、はい、言わなきゃわからないが大前提なんですよ。なるほどね、うん、だからそういう意味ではもっとおそらくこう論理が明確になったりコミュニケーションがはっきりしたりという変化は多分出てくると思う。でそれは結果的に運勢的にね、今のはどっちかっていうと運勢っていうのもすごい現実的な話なんですけど、それが今回の質問にあるみたいに運気にどう変わるっていうふうになった時に、はい、もっともっとおそらく日本が自己主張できる民族になっていくのではないかというふうに考える。だからその意味の雑種的強さっていうのが出てくるだろうというふうに考えられます。なるほど、うん、面白いですね。そうなんですよね、文化によって。だからね、今のヨーロッパの話すごい大変面白かったですけど、うん、その言葉で言わなきゃわからないっていうのがね、アメリカでもそうですよね、うん、はっきり言うイメージですもんね。そうですそうです、やっぱりその言わないことは伝わらないに決まってるんだから、言いたいことがあればはっきりその相手に分かるように話せよっていうことで、
その喋る力とかコミュニケーションの力ってすごい重視されるんですよ。うーん、でも日本はその腹ゲーとかね、なんか以心伝心とか空気を読むとかね、あの言う方がかえって無粋だよみたいな感じのところがあったりするわけなんですよね。面白い、うん、そこはおそらく変わっていって、いろんなことが明確になる文化運勢になっていくんだろうなっていうふうに思いますね。じゃあまあいいことというかね、まあ、あの今はいい方の面で言ってますけど、それによってそれこそあの今言った水臭いであるとかですね、あのそう言わなきゃわからんかみたいな感じの変なマニュアル社会みたいなのってのもあってもまた困りますけれども ね、まあ、ね、うん、まあよしあし両方あります。しし、うん、ただ、強くなるっていうキーワードは一つあると思います。おはい、はいはい、ありがとうございました。はい、また明日も見てください。